イラク原子炉爆撃事件。イラク原子炉爆撃事件は、イスラエル空軍機が、イラク、タムーズの原子力施設を、バビロン作戦、別名オペラ作戦の作戦名で1981年6月7日に攻撃した武力業事件。これはイラクが核兵器を持つ危険性があるとして、イスラエルが先制的自衛目的を理由に、イラクに先制攻撃を行ったものである。 この攻撃に対してがなされ、イスラエルは非難された。イラクのフセイン政権は、産油国でエネルギー資源に不安がないイラクが原子力開発を行う理由として、将来の石油資源枯渇を見据えたものだと主張していたが、イスラエルへの対抗目的で核武装を目指しているのではないかと疑われていた。イスラエルがすでに核兵器を保有しているという情報は、PLO から、 イラク政府にもたらされており、この情報がきっかけとなってイラクは核兵器開発に着手した。イラクはソ連から1960年代初めに後、メガワットクラスの原子炉を導入していたが、この原子炉はフセイン大統領が望んだ兵器グレードのプルトニウムの製造能力を持たなかった。またソ連は不要な機材を含めたトンあたり方式の金額算定や 専門知識を持たず作業も行わない自員を含めた給料の請求、原子炉運用に必要なメンテナンスは行わないといった技術を持たない衛生国相手の不誠実な取引を行った。この時期のイラク原子力エネルギー機構の具体的な仕事といえるものは不正院の食事に使用される食材の毒味であった。イラクは1970年代から独自に 核技術を研究していたが、原子炉を自力で建設することはできず、フランスから技術供与を受けて7万キロワットの原子力発電所の建設に着手した。この原子炉、オシリス級原子炉、フランスは、オシリスとイラクを合成した、オシラクの名で呼び、イラクは、バーストーが政権を奪取した月の名である、タムーズ1と呼んだは1982年7月、稼働予であったが、 これにより、原子炉を軍事転用して、核兵器に必要な濃縮卵を生産することが可能となるため、イスラエルは強い危機感を抱いた。まずイスラエルは外交手段による解決を試み、フランス政府に技術供与を取りやめるよう要請したが、当時のフランス大統領ジスカールデスタンは、平和利用のための技術供与だとして、これをた 外交による解決が不守備に終わると、イスラエルはイスラエル情報特務長、モサドと国防軍の情報機関イスラエル参謀本部長報局、アマーンを使い、以下のような妨害工作を行ったとされる。これらの妨害工作にもかかわらず原子力発電所の完成が近づいたため、イスラエルは国際法に抵触する危険のある武力攻撃を決意した。 作戦上の障壁となったのは、距離の問題で、当時のイスラエル空軍の主力戦闘攻撃機であった、海マイナス 4E では、航続距離が足りなかった。しかし、イラン革命により発注がキャンセルされた、最新鋭の F-16 戦闘をアメリカから購入することとなり、作戦が実行可能となった。1981年6月7日午後4時。 2000ポンド908キログラムの MK-84 爆弾を2発ずつ搭載したイスラエル空軍第110飛行隊第117飛行隊所属の F-16 戦闘機8機が護衛の第133飛行隊所属の F-15 戦闘機6機を伴い市内半島東部エツヨン空軍基地から飛び立った同部隊はヨルダンを呼び サウジアラビアを領空侵犯してイラク領内に侵入した。この飛行ルートはモサド諜報員の調査で判明していた対空砲とレーダーの配置から割り出されたイラク防空網の死角であった。イスラエル空軍機は午後5時30分前に原子炉付近に到達し爆弾を投下した。使用されたのは誘導装置を備えない自由落下型の爆弾であった。 投下された16発のうち1発は原子炉を直撃するものの不発弾で、また別の1発は隣接施設内に落下したが、14発が命中して原子炉は破壊された。この攻撃により警備していたイラク軍兵士10名とフランス人技術者1名が犠牲になった。戦闘機部隊はイラク空軍機の迎撃に会うことなく、往路と同じルートで前機が起投した。 イラクは当初どこから攻撃を受けたか特定できず、交戦中のイランからの攻撃も疑っていた。翌日のイスラエル政府の声明により、事態が明らかとなった。イスラエル政府は、自国民の安全確保のための先制攻撃であり、原子炉稼働後に攻撃したのでは、死の灰を広い範囲に降らせる危険があったため急遽、作戦を実行したと主張した。イスラエルが、 国連安保理武力制裁決議といった正規の手続きを経ずにイラクを攻撃したことから欧州を中心にイスラエルへの非難が沸き起こった。イスラエルは中東地域の核拡散を防ぐためだとしてこの攻撃を正当化していた。しかしイスラエルの元核技術者モルデハイバヌヌの1986年の告発によりイスラエル自身が1960年代から フランスの協力を受けて核開発を行い、1981年時点で多くの核兵器を保有していたことが判明している。この事件を題材にして作られたフィクションのスパイ小説として、イギリスの AJ クイーネルが1982年に出版したスナップショット、スナップショットがある。日本では1984年に出版され、NHKFM で ラジオドラマとして放送された。新鋭機械 -16 のパイロットの一人に、経験豊富なパイロット、イラン・ラモーンがいた。後に彼は、イスラエル発の宇宙飛行士として2003年1月に、スペースシャトルコロンビアに乗り組むが、コロンビア号空中分解事故で落命した。この爆撃作戦は、イスラエル国内では、政権通り空土に、プラスの方向で、作用。 三週間後の選挙でメナヘム・ベギン率いるリクードは大勝した。イラクは1982年の爆撃一周年にイスラエルを非難する切手4種を発行した。そこでは平和利用目的の原子炉であったと主張していた。オシラク原子炉の廃墟は爆撃当時のままその後も残っていたが湾岸戦争でアメリカ空軍の攻撃を受けて完全破壊された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。